せていただいて、中途半端やないですありがとうございます。まあここはですね、まあここで誕生会して4回目になるんですけども、本当にね、あったかい人ばっかり集まってね、人選された夜影の人たちなんですよ僕は本当30歳の時にね、424人のコンサートを誕生会でやったんです。そこに書いてあるんですよ、ピッコロシアターです。で29歳の時に240何人で心斎橋2丁目劇場で一人でやったんです。あれから30年経ちまして、来年は還暦ということで、来年はでっかいことを夜影文化センターで誕生会をやりたいと今日ね風呂の中で思ったんですよで、まあ、屋敷高人がね6時の時にすごいでっかいことしたんですよ。あの赤いセリフを着てね。でまあそれを見てて、まあ高人と友達やったんで、僕もまあ60になった時には何かでっかいことをしようかなと思って、文化センターが縁違うかなと思ってね、700人集めて大変やね僕は30の時は実は28で1回目の嫁はんと別れて、もうやけくそになったんや、半年で別れたから。そしたらもうね29の時にもう女の人に何歩でも入れたら思って240人女の人集めたんです。で最後345人女の人集めたんですよ、30の時に。でまあ33で結婚をまたしてね、20年結婚して、それでまあ画家になると言って解散して、それでその3人の子供ね、どうぞどうぞ、3人の子供がなんとですね、どこ行ったか分からへんわけ、解散したから一番上の子供が分かったのはここにですね、5月の令和の初めですね、旅館がいっぱいになってみんな旅行行って、あの時に一人の男が泊まりに来てですね、芦屋の子と尼崎の子が来て、ほんでうちの嫁がこれ説明しとったんや、ひょっとしたら政宗君のお父さん違いますか言うわけや君なんやねん言うたら、いや僕はね江南高校の野球部の後輩なんですと。で政宗君はどうしてんねん言うたら、いや大学野球行ってやね、そっからわからんと。ところがお姉さんはすごい言うわけや、いやだからうちの長女やな、それは朝議員のような名前で YouTuber で60今4万人おるわけや、登録歌手になるで出て行ったんや。俺が芸能界突然辞めてきたら、ほんなら嵐の YouTube ばっかり見てやな、私東京行くって二十歳の時に家から出て行って一人で、これでギター持ってやな、新宿の駅前で歌い出したんや。みんな心配やから見てるわ YouTube とかな、ほんなら今日は人参もらいました今日は50円貯まりましたって、それでやってたんで、1年半ぐらいしたんですよ、その YouTube が切れたんや。あとうとうな、この子も AV 女優になるかと歌舞伎に心配するから、やっぱり東京一人やから何でもあるからね、その辺の、まあ、クラブに行ったりキャバレーに行ったり、昔やったらああいうとこで働いてるの違うやろか、体に塗ってるの違うやろと心配になるから、二十歳の子が。で全くなかったのその一言や、彼が電通行ってるわけだ。で朝霧のすごいですよ、見たらすごいね、もう歌バンバン歌うてやな、すごい活躍してるわけや。ほんで下の子も YouTube 出てきて、前の嫁はんも YouTube に出てくるわけや、3人でやってるって で全部わかるわけや、毎日見とったら何してるか。ところが真ん中の子だけ男の子ね、小学校からずっと野球してるわけや、小学校坊主で野球やってね、それで負けた時にね、6年の時に負けたんや、マクドナルド杯で、で愕然としてるわな、こうね、世界大会行こう思ったら負けた時に愕然としてる時、ポンポンと俺が手をね後ろからポンポンと叩いてね、政宗よ、お前これがここで野球終わったらあかんぞと、こっからが勝負やとね、頑張ってみと。だから夏負けたからね、それから9、10、11、12、俺その時金があったから、俺なんぼでも金出してあるから、とにかく塾でも家庭教師でもつけられるやないかと、こっから4ヶ月やってみと、8、9、10、11とどこでもやってみと。ほんで感覚とやね、こんなもん受けたわけや、一生懸命勉強して。でその前に俺が何やしょうもない絵描いてって言われたら落書きみたいな、ほんで俺がいや落書きみたいな描いてるから落書きはモテるわけ、違うの命がけで描いてんねやね何が落書きやねんお前、これはな言うて高校の時の受験のやつ見したろう言うて、俺も阪神大震災なとね、洋さんデッサンしてるわけや、大学通るために。
ね、それを残しとったんや。震災でぐちゃぐちゃになったら出してきて、ほんなら高3の夏にこんだけやってるわけや、デッサンとかあの基礎、それで大学行ったんやと、それ見せたったわけや、鉛筆デッサン。そしたらびっくりして、この俺もやる言い出して、そっから家庭教師あの、ま、つけてやな、やりだしたんや。そしたらね、なんとやね、高難通ったわけや、ね、高難通って中高大と言って、お前な、高難行ったら野球やぞと、ね、漢学とか立命とか同志社とか、そういうとこはみんなお前甲子園行っとるやないか、高校で。ところが高難高校だけは行ってない、お前が行かせって言うたわけや、ね、お前が6年間出たらいけるやないかと、中高で。で中学から入ったわけや、高難にな。で、まあ、3年間やってて、で高校とうとう高校が高難高校行きよったね。で高1の時にね、中学1年の時にね、赤点ばっかりや。俺が東京行って、まあ東京行って、まあ、一人で住んどったんやけど、あの浅草で喋ってたわけや、こうやって。ほんならもうね、中1の時赤点やもん、落第点ばっかりやもんな。ほんでお前これやったら上がられへんぞって、中学2年で。ほんで俺ね、その時にね、机とかあんなんバーッと出して、お前なんか勉強せんのだっかいるわね、こんなお前勉強やいらやないかいって全部出したんや、ね。それからや、彼が目覚めてやな、あの勉強しだして、ほんで、まあ、高校3年の日が来たわけや。で僕は入学した時にグローブこうだったわけや。でこれでお前公式一番高いグローブ、まあ、新庄でも6000円のグローブでやったんやぞ。最後6000円、お前3万8000円の1万円グローブこうだったんや。水野行ってこう川で叩いてやな、これでお前6年間やってみて、やりよったわな、ずっと 坊主で。ほいでね、僕はまあその時は、まあ、家におってね、あの甲子園、いよいよ甲子園の大会やから、え、高難高校が出る言うてやな、どことやんねんって。高南高校と西宮北高校とやるよね、1回戦。高砂高校や、高砂球場や、見に行ったかな、1回戦。ほんで、ま、出てるかどうか心配やから、親からしたらな。ほんで スコアボードでバッと高砂行ったら、ね、1番セカンド大西って出てるわけ。もう大西ちゃん思て行ったらね、姿勢が低いんや、1番バッターが。お前全然ちゃうやないか、1メートル80人違うで、パッと見たんやん、スタンドへ。ほんなんか踊ってるやつが、こいつこれやっとんだよ、ベンチ入りや言うたんだよ、9人に入れるわけないやろ、60何人も女に、1年だけで64人女に、ま、とうとうね、探したらこうやって上げてるやつもおれへんやな。ほんで試合が始まって、わー出えへんなった。7番ライト大西君ってまた出てきよったんや、大西正宗で7番に出とんねやね、びっくりしたがな、おスタメンやないかよ思って、ライト守っとんねやないか、1番とね、7番大西や、2人おったから迷ったんや、で7番出てきたんや、さあ目頑張れよ正宗って言うとったん。ほんなら向こうに前の嫁が見とるわけよ、俺と2人でもう別居しとるからな、もうこっちとこっちや、もう強制の社長みたいなもんやな、あんなこと言いらんこっちと2人帰るにしてな、俺もそういう状態や、こっちとこっちとな、向こうの方や、俺もうスタンドのもう前や、これやったら正宗いけんか、腕やばいわって言うてるやんけ。ほんなら声が大きいから、もう誰が来てんねんみんな、俺行くたらあかんと思ったら力入りすぎてんな、ゲッツーやで2対1で勝ってんけど、ひっくり返そうなんて、今度ゲッツーなんて、次がね5回でまた回ってきよったんや。そしたら回ってきたな、セカンドゴロでまたゲッツーで終わったんや。ほんなら5回に帰られよったんや、3年や 2年生の子が出てきたんや。ほんなら正宗が出てきて、普通悔しいやろ、2年生に帰られたらね。そしたら正宗ニコニコ笑うてな、そいつに水持って行ってんの、はいどうぞ、お前何をやっとんねん、お前帰られて悔しいないんか、お前ニコニコ笑うとんねやな、水持って行って後輩にね。ほんで試合はね、そいつが変わったやつがエラーして負けたんやほんでみんな号泣してんねやない、1回戦負けて泣いてるわけやな、正宗ニコニコ笑うてん、ね、記念撮影してるわけや。ほんで最後の8回ぐらいになったらね、俺が応援しとったらね、後ろからね、なんかこう歯の出た男がな、こうやってトントンって、大西君のお父さんですか言うよね、ね、そうやね、
僕ね甲子園の近くにおるんですわ言うて、ほんで僕ね正宗君とね漫才しますね文化祭で漫才コンビ決まってるんですよ坊主と出っ歯ってこんなコンビですねお前アホかお前甲子園に行かなあかんねんお前甲子園の近くに行ってもあかんねんいや文化祭で漫才するの面白いんですわ言うとどんな漫才してんねん先生のモノマネやって俺とも残るしほんでニコニコ笑うとんねんほんでね負けたからその時ね、うん、大谷翔平が出てる時やから大谷翔平藤浪あれの1回戦で負けたけど決勝戦やったやろ、はいはい、あの藤浪があの時やから、うん、ほいで負けてやな、まあ、ショックやからなもうずーっと野球しとったやから小学校1年から高校3年まで野球しとったやからショックやからもうどういう朝を迎えるかな思ってやな手紙を書いてやな朝までお前ゲッツー2つでやめるとか情けないやろお前これで終わったらあかんって書いてやほんでこうやって渡したんや彼にほんでどうしようかなと思ってそっからね会うてないんや今まで今まで会うてないんやなこれでどうなったか分かれへんやほんで俺はね金がないからね正宗は奨学金で江南大学来よったんや4年間親の力じゃなしにで長女も自分で稼いでなギター弾いて恵んでもうてやってるわけやで下の子もう一人おりまんねん松陰で女の子でバスケットやっとったら背が高いで桜井のでそれが中学3年や俺はもうガウディみたいに絵ばっかり描いとったら何歳になったか分からへんねん夢中になってそっから会うてないほいでねこの間西宮神社行ったんですよ江別さんにほいでね西宮神社でお賽銭投げてねあの上松さんと2人で行ったんやでその松尾大社のとこがあるやん抹茶がそこで並んどってね正宗どないしてるんかなと思った瞬間ですよ向こうの方からおっちゃんがやなおい大西大西 わしの孫とお前のとこの息子が付き合うとんねや言うわけおお俺覚えてないか言うから俺覚えてないって園田の園田競馬のえ園田競馬場で寿司屋でよおたかな言うわけ誰やったかなってまた万吉の寿司屋でカウンターで飲んだ調教師の俺やって言うわけやで調教師やっとんねんその人ねその孫となうちの息子が付き合うとんねやないかほんで正月に挨拶に来たっちゅうわけよなあんなことで出会うと思うエベスさんってすごいやろほんで東海エベスの日やそんなことがあったんやほんでどうせなお前とこの息子にな遊ばれるやろうな言って孫が言うとるわけやで名前ないんだけどエミコかなんか言うわけやエミコ言ったらうちの町長と嫁はんと同じ名前やないか町長の山のエミコやからな同じ名前やな、まあ、同じ名前やないか言うてで何してるんですか言うたらなあの JAL え JAL のスチュアーデスって言ったらいや JAL の受付や宝塚言うて宝塚会議出身やもん宝塚で住んでる人じゃないほんで二人が月を取るわけやな25なんやあの震災から1ヶ月後に生まれたんや彼は2月18日に生まれたんやそやから25なんや今年25やということはどっかで働いてるわけやで関東かなみたいな関西で働いてるわけ関西でサラリーマンでもしながら奨学金を払いながらそのね調教師の孫と付き合うとるわけやそれが分かったよ偉いわよそから分かってくるのこういうことはほんでひょっとしたらお前結婚して子供いて孫でもできるん違うかと思うわ今年は分かれへんの付き合うとんねやからねそれからうちの息子は真面目やぞと小学校から坊主で野球ばっかりやってるからね高校まで坊主やからね坊主いうあだ名やった今ずっとそれぐらい真面目やねんそやから絶対遊んでることはない言うたらねそのおばあさんがねものすごい俺の顔しげしげと寄ってきてよろしくお願いしますって言ったらこれはお前親戚になるか分からへんそやろ真剣になってくるな向こうはそんなことがこの間あったんや、よかったですね分からんもんやろ思えばすぐ叶うわけや動いとってんやからだなやっぱりだからそこにいないからいないから分からへんがなそうやんよそから出てこうやって伝わってくるわ、うん、こうやって帰ってきたわけやな、うん、でほんで西宮から帰ってきたら笹を忘れてしもたやな、うん、ね5本買うときとって笹をほんならなんか新幹線に乗って一両車に乗っとったら笹
笹忘れて、その笹がどっか行ってもたれへんだな倉敷、岡山で降りて福岡まで行ってね、その笹が。ほんで福岡まで行ったら電車賃高いやないか、お前そやろ、そやろ、高いからやな、電話して取ってきてもうて、あったんや、それが。よかったね、福岡で出てきたよね、福岡で宅急便で送ってきて、その笹を今日は飾ってるとこ、ここじゃなくて飾ってるわけ。よかったですね。えらい服があれやろ、服が福岡から来てるわけよ。そうなってるんだ、そうなるんだ、音が出た、出た、出た、